お前の数学の才能は料理のためにある。僕はフェルマーのような数学者になりたかった。夢破れた数学の天才が本当にここで終わる気か。カリスマシェフと出会い料理の世界へ。本当に美味しい。こんなの初めてだ。お前の物語は俺が終わらせない。厨房は戦場だが、そこは簡単に答えの出せない未知の場所だった。才能があるって聞いてたけど、それ以前の問題だったみたいね。店と地球に優しいね。ガク、がっかりさせるな。数学しかやってこなかったからダメなんだ僕は。果たして彼はどんな方程式で料理という難問を解いていくのか。弱ってる女にそれはダメだろ。本当にこいつでいいんだ。ただ解くだけでは意味がないんです。裏切りは許しません。お帰りなさいませ。東大の大学院入って数学者になれ。人生において無駄なんてことは一つもないんだよ。高いところに登れば登るほど人間は孤独になってくる。高橋文哉、志尊淳ダブル主演で送る若きプロフェッショナルたちのガチンコエンターテインメント。ありがとうございます。俺とお前が組めば料理の真理に必ずたどり着く。料理人にはなれません。フェルマーの料理10月20日金曜夜10時スタート。